町田市。町田市は、東京都の多摩地域南部にある人口約43万人の市。多摩川沿岸に位置する商業都市で、人口は、東京都内では、東京23区、八王子市に次いで3番目、市町村では2番目に多い。東京都に位置する自治体としては、当初地域を除くと最南部に位置する。国道246号、東名高速道路、 京王相模原線、東急田園都市線、小田急線と国道16号、横浜線が交差する地域。1960年代以降ベッドタウンとして発達したが、依然市内各所で農業が行われている。バブル経済期後には東京特部からの私立大学の転入が進み、市内には現在も私立大学や一貫校が点在するなど、青年の街の色も見られる。 細長い地域全体が神奈川県側に大きく突出しており、東京都内の隣接自治体である多摩市や八王子市とは、同じみ南多摩地域にありながら、丘陵で隔てられていることから、もっぱら、神奈川県域との交流が盛んである。日本で唯一、三つの政令指定都市、すべて神奈川県の横浜市、川崎市、相模原市に接している自治体でもある。 地域の大部分が多摩丘陵に属し、地形的には、同丘陵の北部、相模原大地の北東の縁であり、ほとんどが丘陵地帯である。最高地点は西端にある草戸山、標高364メートル。平地は、町田駅付近や西及び、南を流れる境川、ほぼ中央を流れる鶴見川とその支流音、田川近辺など少ない。ほぼ、 町田街道を分水嶺に北側が多摩川水系及び鶴見川水系、南側が境川水系である。周囲は東京都の他市に接しているのは北側のみで神奈川県に接している部分の方が多く、神奈川県側に半島上に突き出した特異な位置にある。東京特部の南西30の4 0トル圏に位置し、 1960年代初頭より東京特部郊外のベッドタウンとして開発され発展した町田駅を中心とした原町田地区は小田急線沿線及び横浜線沿線を代表する繁華街で百貨店や専門店等が多く林立する一大商業ゾーンとして著しく発展しており商業都市の一面も持つ国道16号246号線や 鎌倉街道などにより、東西方向、南北方向との道路交通の便もよく、神奈川県北部も含んだ、多摩地域南部、南多摩地域の商業の中心地である。飲食産業はここ数年で、立川市と共に成長している。また、南多摩地域、相模原市、横浜市北部、川崎市西部、座間市、大和市などを含む、証券人口200万人とも言われる。 愛部経済圏の中心的な役割を相模大野などと共に負っている。立川を中心とする北多摩地域とは、多摩丘陵や多摩川で隔てられていることや、都心部とは距離があること、古くから鎌倉街道や絹の道の中継点であった関係で、八王子市など、同じみ南多摩地域や、神奈川県の横浜市北部、川崎市西部、相模原市の、 上段地区などとの結びつきが強い。特に、相模原市の市街地は近接していることから、町田、相模原領主を合わせて、国の業務各都市に指定されており、業務など、初期能の,の立地促進が図られている。同様に、相模原市は、神奈川県内他地域よりも、町田市、八王子市をはじめとした南多摩地域との結びつきが強い。市内や近辺には、大学や短大、 高校など学校が多く、町田駅付近の繁華街は学生を中心とした若者の街に変わりつつある。若者向けの新しい商業施設は、駅周辺のビルのトナントとしてだけでなく、駅周辺の商店街にも多く存在し、看物屋などを中心とした町田街道絹の、道以前からの活気ある商店街にも溶け込み、独特の雰囲気を持つ繁華街を作り上げている。 東部の玉川学園前駅周辺は幼稚園から大学まで一貫教育の玉川学園を中心に住宅地が広がっており学園都市とされている北西部の玉坂駅周辺には2000年代以降に大規模なロードサイド店舗が多数出店し休日などに賑わうようになったその影響で沿線道路では慢性的に渋滞が発生するようになったことから 市では渋滞の激しい区間を中心に、車道の拡幅など対策を進めた。このほか南部、町田市、鶴間の南町田駅前には以前、大型商業施設のグランベリーモールが存在したが、2017年に施設が閉鎖され、以降は駅周辺の再開発事業が進められている。2000年頃から、新宿地区付近の 歌舞伎町上下作戦などの風俗営業規制強化により新宿地区で営業していた風俗店が町大駅周辺繁華街へ移転する動きがあり2000年の犯罪発生件数警報班認知件数が9879件まで増加し一部のマスコミからは西の歌舞伎町などと呼ばれるようになったこれは周辺に風俗街のある繁華街が少なく 新宿から直通電車で30の40分程度という好立地による。しかし繁華街では風俗店と一般店舗が混在しており、客引きなどの迷惑行為が社会問題化した。これに対し、指導例による客引き行為の部分規制や、口実する警察活動拠点の拡充、また地域住民による自主的な防犯活動として、住民パトロールや市民交番、 セーフティボックスサルビアの設置などが行われた。その結果治安は改善の兆しを見せ、2012年の犯罪発生件数は4493件と2000年当時の半分以下にまで減少した。町田市の急速な人口増加や繁華街の賑わいにも、かかわらず町田警察署の他に警察署の増設は行われず、 警察官一人当たりの市民数は都内平均の2倍であった。その後、町田駅前繁華街などの発展に伴い、犯罪率も上昇し、警察官不足は深刻となった。そのため、町田警察署管内では、四北西部の忠尾地域の警察活動拠点として、日本最大級の交番である、忠尾地区交番を、忠尾一丁目に設置した。また、四北西部、 堺地域の相原町、小山町、小山が他の管轄を新設の南大沢警察署、八王子市南大沢に移管し、町田警察署の負担軽減を図ることとなった。旧鎌倉街道沿いの旧宿場町、本町田の宿、一式地区や、小野寺宿など、や、近代以降の現町田近辺など一部地域を除き、未開発の土地が多く残されていた。 1960年代の旧校団、校舎等による団地開発以来を発端として、小田急などによる都心保回へのアクセスの良さも注目されて、ベッドタウンとして急速に開発が進み、現在でも、給料や斜面を宅地造成した一戸建て住宅の建て売り、駅資金では、中高層マンションなどによる開発が盛んである。しかし、無計画に宅地造成がされた地区も多く、 そういった場所では、旧来からの狭い道路や行き止まりなどがあり、自動車がこれを避けて、鎌倉街道や町田街道等の幹線道路へ集中するが、拡幅工事が未完了で未拡幅区間がボトルネックとなり、幹線道路への流入者が毎日のように渋滞を引き起こす。特に都県境部分では、整備が遅れているほか、山や丘の両面から開発された場所の道路、未接続も多い。 市内には UR 都市再生機構旧日本住宅公団や東京都住宅供給公社の大規模団地をはじめとした代償様々な団地や集合住宅が点在する。これら団地の住民数は町田市の人口総数の1割以上を占める。現在では団地住民の定住化とともに少子高齢化が進み、それら団地を中心とした学区域の小学校では 合併や廃校が行われると同時に、新興住宅地では新設も行われている。同時に、政策として、車椅子で歩ける街づくりを進めるなど社会福祉が充実し、各地から視察団が訪れる。1980年代からは、薬師大などに見られるように、土地区画整理事業により大手デベロッパーを中心と、する景観を重視した計画的な宅地開発が行われ、 21世紀に入り、景観法と町出し景観条例に基づき、市民、事業者、行政の協力による景観づくりが重視されてきた。世帯数及び人口は2017年1月1日、現在。なお、この他に UR もみじ大団地や、都営金森住宅地区をはじめとした、多数の都営住宅、民間のマンション群などの中、大規模集合住宅が、 市内各所に点在する。なお、都市計画法における、一団地の住宅施設上の名称は、藤野台、大、町田山崎、町田基礎を除いて団地名と同一であるほか、鶴川、新工寺は一団地の住宅施設ではなく都市計画に基づく団地である。UR、都市再生機構管理、JKK、東京都住宅供給公社管理、地域の大部分が、 多摩丘陵上に位置することもあり、町田駅から一の二キロメートルほどの地区で物落ちが見られ、北西部から西部にかけての小山田、小野野地区、相原、大戸地区などは田畑が随所に広がり、一部では地区産業も営まれる農業地域となる。また、地域中部の七国山、北西端の草戸山など、高術の北部丘陵など、里山や山林も多く点在し、 近隣の都市と比べで土地の自然利用率が高い。タヌキや天などの野生動物のほか、周辺の地域で数を減らし続けているムササビ、ニホンリス、カヤネズミなどの希少動物も見られる。一方で、町田の東京特部へのアクセスが注目されて、以来、現在まで不動産、住宅開発の進出も激しい。 都市計画がない状態で進められた旧来の地形を顧みない開発や建設がかえって街並みの調和を破壊している地域も存在する。1990年代以降では水害時に備えるための私有の洪水調整地を無理に埋め立てる手法や八つ上部の産地を切り開く手法で大規模マンション開発が行われた箇所が存在し災害対策や 日照券問題などそれ以前からの地元住民とトラブルが発生した事例も存在する。近年では、市の大部分にあたる多摩丘陵のうち、地域北部の上尾山田町から小野路町、野津田町までの地域、大ね柴溝街道と尾根幹線道路に挟まれた地域を北部丘陵とし、自然保護と農業活性化を目的とした取り組みや急行電の整備のほか、 宅地開発の抑制などが行われている。東京都、多摩地域神奈川県、町田市は、市政施行移動、隣接自治体との境界変更を数度実施している。特に、相模原市とは、境川の河川改修によって生じた、川向こうの飛び地解消のため、これまで複数回の境界変更を行った。2005年に、夜間人口、 居住者は40万4449人であるが、市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの市内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は36万4091人で昼は夜の0.9倍の人口になる。夜間に比べて昼の人口は約4万人ほど減ることになる。通勤者。 通学者で見ると市内から市外へ出る通勤者11479人、市外から市内へ入る通勤者は56854人と、通勤者では市外へ出る通勤者の方が多く、しかし学生では市外から市内へ入る通学生は28920人で市内から市外に出る通学生15653人と、学生だけで見ると昼の方が市内にいる学生は、 夜より多い。東京都編集、東京都の昼間人口2005平成20年発行152から153ページ国勢調査では、年齢不詳の者が東京都だけで16万人いる。上のグラフには、年齢不詳の者を含め、昼夜間人口に関しては、年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に誤差は生じる。町では、一部の区域で、 住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。また、土地区画整理事業が完了した区域等で町名地盤整理が実施されている。今後の予定定数36人。任期は市長と同じく2018年3月9日から2022年3月8日である。二千十八年三月九日現在、二千一年二月一日。 市は、社会の、あらゆる領域で、性差別を解消し男女の真の平等と三角を、推進するため、男女平等三角都市宣言を発表。毎年2月に、男女平等フェスティバルを開催している。フェスティバル開催17回目となる2017年には、女性保護施設、ガニタ夫人の村運営者で、日本軍、慰安婦をはじめとする底点で苦労された女性に寄り添う。 活動を続けた、アモウミチコ、当時90歳による講演が開催された。アモウは講演の中で、日韓合意について、痛みを知ろうともしないものだと批判した。町田市内、小山が、岡地区を除くで収集された、家庭ゴミは、下小山田町の町田リサイクル文化センター内にある、町田市清掃工場で処理される。 1982年に稼働を開始した同工場は施設の老朽化が進んでいることから2017年度より建て替え事業が行われており新施設は2022年1月より稼働開始予定。国政衆議院小選挙区選挙では多摩市と共に東京都第23区に属する近年選出の議員は以下の通り。都政。 本市で一つの選挙区を形成する。定数は4人。近年選出の議員は以下の通り、東京地方裁判所立川支部の管轄、悠々窓口を併設し、かつ、集配業務を行う、郵便局は3局、郵貯銀行直営店舗は1局、かんぽ生命保険の直営店舗はない。ただし、郵便ポストへ投函された、郵便物の収集に関しては、町田、 鶴川管内は町田郵便局が町田西管内は八王子市の八王子南郵便局が一括して行う。なお、多田尾地域は管轄が3局にまたがっているなど、旧来の町村域、現在の地域分類と周廃局の管轄域は一致しないため注意が必要。かつて存在した図書館、市内の薬師地公園及び園林寺に大ーガのハ田があることから、 レンヤ薬師地にちなんだ商品が多い。など。なお、これら名産品の一部は、町田駅前の市関連名産品店、町田名産品の店心和や、町田ツーリストギャラリー、ポッポ、町田一階のほか、町田市役所の庁舎内コンビニなどで購入することができる。町田市内には多くの大学が点在している。学校法人、江ノ本学園、都立、 東京都立多田尾高等学校は、町田地区総合高等学校設置のため、平成21年2009年3月に閉校した。私立私立、このほか、本町田の町田基礎住宅内に存在した。私立、本町田中学校は、団地住民の少子高齢化に伴って2011年3月に閉校した。市内中学校の廃校は、初となる。 なお、周辺には、従来より、町田第三、山崎、薬師の各中学校の学区域であり、本町電中学校は、町田基礎住宅周辺の一部のみのため、学区の大規模な変更はない。また、武ク岡中学校は2012年度より、大ー小学校と同一校舎化し、小中一貫教育が実施されたほか、同じく2012年度に、境地域、小山が、丘に、 小山中学校が設置された、私立、私立、私立。1968年の愛原、小学校オード文校の閉校、後に、オード小学校が開校以来、長年にわたって、党廃合は行われなかったが、2001年から2003年にかけて主に、多田お地域周辺で党廃合が行われている。 いずれも大規模集合住宅の周辺に設置されている小学校で団地住民の少子高齢化によるもの。一方で2005年以降は小山が岡地区周辺の人口増加に伴い小学校が複数開校している。近年行われた小学校の統廃合及び新設の状況は以下の通り。このほか、小山田小学校はただを第二小学校より解消したほか。 忠だ小学校は、忠だ第一小学校より改称した。過去の統廃合等については、廃校一覧も参照。私立。都立。私立。自動車教習所。東京都区部までは、電車利用で50分程度。市の中心駅である町田から新宿へは、小田急小田原線の快速急行利用で、約30分。中東部を、 小田急線が南部を東急田園都市線が南西部と西部を JR 横浜線が北西部を京王相模原線がいずれも地域の外縁部を通っている。良好な鉄道アクセスは地域の外縁部に集中しており、地域の中央部に鉄道空白地帯を多く抱えている。そのためバスが主要な交通手段として発達しており、運行本数が多い。 特に山崎団地、富士の大団地から町田駅方面へは昼間でも頻繁に運行がなされており、鉄道の空白を埋める役割を果たしている。市南部、北西部の主要幹線道路については、福音の狭いものが多く、路線バスも十分な運行本数が確保されていないこともあり、慢性的な渋滞が発生している。また、都心部への鉄道交通や、 市内のバス路線網が発達している一方で、同じ玉地域の近隣都市へと移動する手段は整備が遅れている。そのため、玉都市モノレールや小田急玉線の市内延伸が構想されている。バブル期には、鉄輪式リニアモーターカーによる都営地下鉄大江戸線と同じ方式、ミニ地下鉄建設が検討されたことがある。鉄道網の状況については、前日の 交通を参考のこと。日中の東京、横浜方面への所要時間は以下の通りである。なお、朝夕の通勤時間帯には5から15分、程度所要時間が余計にかかる。市内の路線バスは神奈川中央交通グループが全域にわたって運行しており、他社の乗り入れは少ない。2012年からは都内の一般路線としては初めて。 連接バスが導入された。町田市が運営する、コミュニティバス、市民バスは、以下の3つが存在する。路線の詳細などは書く、コミュニティバスの記事を参照のこと。書き以外にも、相模原市の大野北地区コミュニティバスが市内に乗り入れている。町田バスセンター、南町田駅から、羽田空港、神奈川中央交通東、京浜急行バス及び、成田空港、 神奈川中央交通東、神奈川中央交通西、京成バスへ、それぞれ空港連絡バスが頻発して運行されている。また、都市間高速バスとして、中高高速バスは、大阪駅業、町田 BC のみ、富士急ハイランド、川口湖駅業、三井アウトレットパーク、木更津、木更津駅業が、夜行高速バス、町田 BC のみ、は、京都駅、大阪駅、 usj 業、福山駅、広島駅業がそれぞれ運行されている。以前は、和歌山駅業、和歌山バス、奈良駅業、奈良交通、森岡駅業、岩手県交通も運行されていた、和歌山駅業と奈良駅業は、路線再編により経営しなくなり、森岡駅業は、路線自体が廃止された。小説、映画、コミックアニメ、ゲーム、 市内にコミュニティ FM ラジオ局はないものの、隣接の相模原市に送信書を置く FM ホット8 3 9 9 f m 相模は町田市内でも受信でき、同局では町田市の広報番組も放送されている。町田市は玉ナンバー東京運輸支局を割り当てられている。玉ナンバー割り当て地域、町田市が交付している原動機付自転車用。 ナンバープレートでは2013年9月2日からデザインナンバープレートの交付が開始された。デザインには薬師寺公園をテーマに据えにランドマークである薬師寺と池にかかる太鼓橋、椿の花と死の鳥であるカワセミが描かれている。緑色、水色板は対象外で従来の標識も選択できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。